オラシオ・セバ・ジョス・ジュニアは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、マルデル・プラタ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス6勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス39位、ダブルス28位。左利き、バックハンド・ストロークは、片手打ち。オラシオ・ゼバラス、オラシオ・セバロス等、表記の揺れが見られる。 24歳という遅咲きの年齢で2009年に年間最優秀新人賞を受賞を果たす。アルゼンチン人でこの賞を受賞するのは初。この前年には西小利啓が年間最優秀新人賞を受賞している。2013年のチリオープンの決勝でラファエル・ナダルに勝利し ATP ツアー初優勝。この年、ラファエル・ナダルは7敗しかしておらず。 そのうちの一敗を相手に与える勝利であった。2016年のマイアミオープンは予選決勝で西岡義人に敗れたが、第3シードのロジャー・フェデラーが体調不良で欠場したためラッキー・ルーザーで本戦出場し、4回戦まで進出した。2017年全豪オープンの1回戦では、イボカルロビッチから2セット選手し、その後ファイナルセット第42ゲームまでも連れ込み、 7から6、6から3、5から7、2から6、20から22での5時間14分の激戦の末で、敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。